小学会に参加するのは初めてなので、ちょっと様子が変わらないんですけど、よろしくお願いいたします。私は海のことをお話してほしいということで、東シナ海のとか黒潮とか、台湾南流、対馬南流の関係の話をさせていただきたいと思います。ちょっと話バラバラ的になるかもしれませんけれども、東シナ海の流れはどうなっているか、台湾海峡、対馬海峡を通過する流れのこと、それから黒潮と陸棚の上での相互作用の話、それでは最後に東シナ海の水温がどういうふうに変動しているかということを紹介、簡単に紹介させていただきたいと思います。まず流れですけれども、多分ご存知かと思いますけれども、東シナ海の流れというのは黒潮があって、それ以外にも小さい流れがあるんですけども、初期の頃には黒潮が流れてて分岐して対馬海峡に、対馬海流として入ってきているというふうなイメージだったんですが、80年代ぐらいにはもう台湾海峡から水がそのまま対馬海峡へ行くというようなアイデアも出されまして、黒潮と並行してもう一つ別の流れがあるんじゃないかというような概念もありました。で、最近また黒潮から、これはドリフターのデータから、作られたイメージなんですけども、やっぱり黒潮から来てる、この辺分かれてるっていうようなイメージもあって、まだはっきりしてないんですが、これが今と私たちにどう考えてるかっていうと、よしちょっと言いましたけども、黒潮はこう東シナ海に入ってくる時に、この辺で変なやつがいろいろいるわけですね。で、台湾海峡から入ってきた水が近寄ってきたり、一部は黒潮からこっちを陸棚の方にブラブラと出ていくやつもいる。で、そことこれが一緒になってる、この辺を流れながら、この辺よくわからないんですけれども、一部はさらに黒潮からも作用を流して渡っていってしまって対馬海峡に入っていく、こんなイメージを持っています。で、ただこの辺のところは、観測、実際の観測が難しいので、漁船にたくさんいますので、なかなか本当のことがわからないという状況です。で、ただモデルはその辺が非常に便利で、これは私の応用理解研究所の、動画モデルの結果から持ってきたんですけれども、今月ですね、今月のデータの24日間ぐらいの平均値で書いてます。黒潮は終わって、やっぱりまだ秋口ですけど、台湾の海峡から来た水が多分こう来ているような、ここにちょっと冷たい水があるように見えるんですけど、これはちょっとくせ者なんですが、黒潮は沿岸海側が冷たい水が上がってくるような構造になっているので、冷たい水があるのはそんなに不思議ではないんですけれども、そう簡単ではないところもありますが、今日はそれを省略します。で、その流れをモデルで見ていくのは一番分かりやすい、イメージとしては分かりやすいと思うんですが、これが冬ですね、今年の冬、これが今年の夏、7月のやっぱり24日間ぐらいの平均のマップです。こうやって見ると夏の方がぐちゃぐちゃしています。で、特に台湾海峡、それから対馬海峡に強い流れがあって、じゃあこの辺をちょっと見てみましょうということで、拡大したものです。九州の西側で、これっちが冬でこっちが夏ですけど、冬は割とおとなしいのに、夏になるとこう強い流れがあって、これ黒潮から分かれてきているのか、こっちから来ているのか、これだけ見ただけではよく分かりませんけれども、比較的強い流れです。で、もう一つは台湾海峡のところですが、ここは台湾、こっち冬です、こっち夏ですね。冬は台湾海峡通過流は非常に弱いですね。時々逆向きの時もあります。そういう、モデルですから本当かどうか分かりませんけど、そんなに間違ってないと思いますが、北向きの流れはちょこっとあります。それに対して夏は非常に強い流れがあって、かなりの量の水が台湾海峡を通じて東シナ海に陸棚域に入っていく。入ってきて、この辺で黒潮とくっつくのかくっつかないのか、つかず離れずのような感じで、東シナ海陸棚の上を通っていくという感じです。で、ここのところまでをまとめますと、陸棚上を流れる黒潮と台湾南流などの陸棚との間には相互作用があって、これは黒潮がこっちに張り込んでいるようなところですけども、季節変動は非常に大きい。では台湾南流、台湾海峡のところをちゃんと測ってみようということで、私たち、2009年から始めたんですけれども、ここに、定期フェリーがありまして、こういう船なんですが、これに DCP、流速を計測する機械をつけまして、モニタリングをしています。で、これが3年間の、1月、2月、3月、4月、2ヶ月ごとの平均値です。そうすると、冬に比べて、これ、延直平均流ですけれども、こういうところに強い流れがあるんですが、冬に比べて夏の方が強い流れが明確に観測されるのが分かります。
ただ冬はですね、実はこの辺は観測がなかなかしきれてできなかったりしているところも、ね、これ結構するんですね。あって必ずしも信頼度はこっちは比べるとちょっと低いところあるんですけども、大雑把なところは変わらないんだろう。でこれを全部積分してここを通過する流量を時系列で書いたのはこれです、ね、2009年から2012年までですが、まあ、こういうような季節変動が見えると思います。こういうところに船が欠航しているときですね。でこれ1年重ねてやりますとこんな格好になって、4年間の平均がこの黒の点ですが、はっきりした季節変動があって、夏場には割と安定してて、2.78 滑るドロップあったりするわけですね。冬、秋から春にかけては非常に変動が大きいですけれども、冬場には1滑るドロップぐらいの流量が、夏の3分の1から2分の1ぐらいの流量になっています。で、これがこういう季節変動が何によってるかっていうんで、近くの台湾の近くの風を見てみますと、風の分布とこれは、北向きの成分ですけども、非常によく対応している。相関度と言いますと、これ北向き成分で、これはクロスアロングストレートの方向なんです。北向き成分の方がよく合うんですが、ボリュームトランスポートとそれから風ですね、こういう相関があって、その相関からこういう普通の一時式を作ってやりますと、この赤の点が、風のデータで比べたものにかなりよく再現できるということが分かります。でこれがその通過海流ですね。それからもう一つ、それを対馬海峡と比べてやりますとこんな格好になってて、対馬海峡は、まあ、季節変動っぽいんですけれども、これを風と比べてやりますと、対馬海峡は風とほとんど相関がない。相関図こんなんです。ですから、対馬海峡、台湾海峡ともに季節変動があるんですけども、特に台湾海峡はローカルな風と非常にはっきりした相関があるということが分かってきました。で、ここを台湾海峡から入ってきて、ですから対馬海峡から出てくるやつをさっき言ってやりますと、ここから黒潮から陸断に入る部分の、これはもちろんネットですけれども、ネットの流量が分かるということで、この時系列をこう2009年から2012年までですが、赤が対馬、青が台湾で、時系列ちょっと ローパスかけてますけれども、書いてやりますと、両方にデータがあるときだけの引き算をやってやりますと、こういう黒の波線になります。ちょっとこう結束多いので分かりにくいので、4年間コンポジットしてやりますと、こうなります。そうすると、この分ですね、ネットのトランスポートを見ていただくと、夏場に非常に小さくなるのが、毎年現れてくるのが分かります。で、秋は大きいですね。つまりどういうことかっていうと、ここから通過する流量っていうのは夏に弱くなる。でこれは何という季節変動がある。これは何かということをちょっとこれも風と比べてみました。でこれはローカルな風というよりも東シナ海全体の風のエクマントランスポートを計算しています。1月から12月の1234、JR データ再解析データを使わせてもらってますけども、エクマントランスポートを計算して、この台湾から九州を結ぶ線をクロスする成分を、計算しました。ほとんどがこっちに入るセンスで、夏場だけちょっと出るセンスになります。でそれを時系列で書いてありますと、こうなって、これは色の違いは年の違いですね。夏場に出るセンスになっています。他は入るセンスです。つまり南東風の風が吹く夏場だけがちょっと出るセンスになって、これが、この変動と対応しています。ですから黒潮から陸南に入るとの出入り、ネットの出入りっていうのは、まあ、ちゃんとまだそんなこと調べてない、詳しいことをもうちょっとやらなきゃいけないんですけども、大雑把に見たときに、東シナ海の風景と対応しているのではないかというふうにちょっと今考えています。で、水温の時系列で長期変動を見ようと、これは気象庁のホームページから取ってきてもらったんですけど、これ皆さん多分ご存知のことはちょっと時間の都合で発症がしてもらいます。こういうふうな長期的な変動があるって話ですね。でこれを普通の水温にしてやると、これが南側のこの部分で、北側でこの部分ですが、これはアノマリーですね。これが赤道域のこういう、これニーニョウエストからニーニョサンですけど、このトレンドとよく似てるんですが、別にこの水がやってきてるわけでは多分なくて、というのはここでもここでも同じように上昇してて、黒潮の影響がないということ
この経験談なんじゃないかというふうに思います。でこっちの方がちょっと言いたかったんですけども、もう少しこの短期変動を観測しているやつで、ここで黒潮水温と塩分のハイパスをかけたものがの相関を取っているので、非常に顕著な、水温が高いときは塩分が低いときは水温が高くなるというのがあって、それはバンドパスをかけてもある程度のスケールのものの時間変化についてそういうことが言えるんですが、これも同じです。つまりどういうことかというと、低塩分水がこういうふうにやってくると、そこではあったかい水が出てくるということで、このぐらいのスケールの渦というか水塊構造に対して塩分が低いことが高い水を運んでくるということに、特に夏場ですということが言えるんではないかというふうに考えています。で、またありがとうございます。非常に印象的な黒潮の、ここまで島さんがなかなか見れないと思うんですけど、ご質問ご意見いかがでしょうか。はい、どうぞ。最後の、 お話があった低塩分水と水温が高いという関係なんですけど、黒潮の水は高塩分で水温が高い、そうです。それとは逆というのはどういうふうに考えられるんですか。ですね、それがこれ青いのが9月以降半ば以降で、赤いのはこれ2012年なんですけど、赤が9月半ばより前の夏なんですね。でこっちは水温が高いと塩分が高いと黒潮の水が来ていることを表しています。それに対してこっちは夏場以降の時は、これちょうどチェジュのデータなんですけれども、低塩分水がやってくるってことは、清掃が多分強くて熱のそこの表層だけに受け止められやすくて、熱が温度が上がりやすくなっているんじゃないかなというふうに。ありがとうございます。それでは続きまして増永さんお願いします。ちょっと遅刻してすみませんでした。座長のジャムスティックの茂木と申します。最後ちょっと総合討論を予定してまして、今のお話も含めてなんですけども、結びつけたらちょっとこれ面白そうだっていう話をですね、ぜひ皆さんそれぞれ考えながら聞いていただけたらなと思います。で、全員にぜひご発言いただきたいなと思ってますので、ぜひ考えながら聞いていただければと思います。では増永さんお願いします。はい、東大先端研の増永です。今日は冬季黒潮の流域における雲降水の経年変動について発表します。冬季気候変動の詳細についてはこちらにまとめられる予定ですのでご参照ください。ではよろしくお願いします。まずこれらの図は1週間平均の黒潮属流流量を 1年間分重ねて書いたものを示しています。黒潮属流はこのように大きく蛇行した流量を取る不安定期と比較的蛇行が小さい安定期の間を10年規模で推移しているということが知られています。そしてこのような変動が SST や乱流熱放出分との変動を伴うということや、北西太平洋域のストームトラック活動や海洋規模の大気循環に影響を及ぼしているということが先行研究から指摘されています。しかし黒潮属流域における雲や降水に直接どのように影響を及ぼすかということについてはまだよく調べられていません。そこで本研究では黒潮や潮属流域に着目して、黒潮属流の変動が冬季の雲や降水に与えるメソスケールの影響を経年変動の観点から調査しました。主に用いたのはリアインテリウム対気体解析データです。これは用いられる海面水温データの解像度が近年になるほど向上しているという特徴があるデータですが、2002年以降であれば黒潮属流と親潮が表現されていましたので、解析期間はこの11年間としました。実際その図にシェードで示されているように、海面水温勾配のこの期間での冬季気候平均分を見ると、黒潮属流と親潮に伴う水温源泉が分離されて表現されているということが分かります。ただし先行研究によって定義された黒潮属流の安定度インデックスを見てみると、この11年間のうち7年間が安定期に当たりますので、この冬季気候平均度の構造は黒潮属流の安定期の構造を比較的強く反映していると考えられます。そこで研究手法としましては、冬季気候平均場の黒潮属流との安定期と不安定期の合成図を作り、それらを比較しました。でさらにメソスケールの構造を顕著にするために、南北に7度の移動平均からの差を取ることで各変数の
メソスケールのメソ構造を必要に応じて抽出して解析を行いました。では結果に移ります。まず、SST のメソ構造の合成図を示します。赤矢印と青矢印で、黒潮属流と親潮の、大まかな流路を示していますが、まず、安定期について見てみると、これらの軸に沿って、SST のメソ構造が、顕著な、極大を示し、その間にある、顕著な、負の極小で、明確に南北に分離されているということがわかります。一方で不安定期について見てみると、特に黒潮属流に沿う、そのような極大や極小は弱く、安定期に見られたようなダブルピークの構造が不明瞭であるということがわかります。そして不安定期と安定期の差が優位になる領域をシェードで示すと、不安定期には安定期に比べて属流の北側で水温が上昇しているということがわかり、これは先行研究とも整合的な結果です。でさらに、E ラインテレビの雲量の、メソ構造について見てみると、内生成のメソ構造で見たような特徴と同じ特徴が、合成図から見られます。さらに、海上風収束について見てみると、これは実線が、収束を表しますが、安定期には、属流の北側で、発散の、ピークがあったのに対して、不安定期にはそのような発散は見られず、オレンジ色で示されているように、収束偏差になっているということがわかります。で、今日示しませんが、衛星観測データを用いても、おおむねこれと整合的な結果を得ることができます。で、これらの結果から、黒潮属流の変動に伴う SST の変動が、運量や海上風収束に影響を及ぼしているということが示唆されます。では、次に、さらに降水や SLP にどのように影響を、どのような変動を伴うかということについて見ていきたいと思います。これは同様に、対流性構成のイラのメソ構造について示したものですが、これも分量や構成の SST のメソ構造とほぼ同じ特徴を示していて、不安定期に安定期に比べて属流の北側で降水量が増加しているということがわかります。さらにこの降水量の増加は上向き乱流熱放出のメソ構造の正の偏差と、SLP のメソ構造の負の偏差を伴っているということが分かります。これらの結果の解釈としては、不安定期に安定期に比べて黒潮属流の北側で海面水温が上昇し、それに伴う、それが海面からの熱放出の増加を通じて大気境界層を温めることで海面気圧が低下し、それに伴う海上風の発散の弱が運量や降水の増加をもたらしているというふうに解釈することができて、これは主に圧力調節過程による黒潮属流の大気境界層への影響を示唆しています。そこで最後に、最も大きな SLP の差が見られた経路に沿って炎色構造を見ていきたいと思います。まずこれ安定期の合成図を示していますが、まず SST のメソ構造と熱装置のメソ構造が黒潮属流前線と親潮前線の南側で顕著な極大を持つということがわかります。でさらに仮温のメソ構造の緯度圧力温度について見てみると、これらの熱放射の極大に伴ってやはり2箇所極大になっているということがわかります。さらにこれらの極大は海上風収束や SLP のメソ構造のピークをそれぞれ伴っていて、上昇流についてコンターで見てみると、これらの極大に伴って2箇所上昇流傾向になっているということがわかります。一方で不安定期の合成図について見てみると、やはり黒潮属流に沿うこれらのピークが弱く、安定期に見られるようなダブルピークの構造がほとんど見られないということがわかり、差を取って見てみると属流の北側でそれぞれ 95% 有意な差を示しました。これらの結果から、黒潮属流の変動が主に圧力調節過程を通じて、境界層の上昇流に影響を及ぼすことで、運量や降水に影響を及ぼしているということが示唆されます。まとめるとこのような形になります。以上です。はい、ありがとうございます。あ、早速皆さんどうぞ。はい、大変面白い
体的に大気におけるメソスケールの実態となる検証はどのようなものであって、それらを重ね合わせてこれが見えていると思いますけど、はい、それについてでしょうか。そうですね、実際にどういう、状態になっているかっていうのは私は今調べているところでまだよくしかわからないんですけれど、まあ、一つ低気圧が通過した後に、換気流があるところで、まあ、こういう、気圧の単位が強くなるということを一つ見つけていて、まあ、おそらく、なんていうか、まあ、そういう現象が重なっているんだろうなとは思っています。ありがとうございます。他にございますか？まだ時間あります。いかがですか？結構綺麗な結果だと思うんですけど、これは境界層っていうタイトルになってますけど、境界層だけじゃないってことなんですか、そのさっきの話でお答えされた。そうですね。まあこの図に、この、まあ、横線で示されているのは境界層上端なんですけど、一応、俗流付近ではこの上まで、かなり明確なシグナルが見られるんですけれど、まあ、やはり優位性が出るほど顕著なシグナルというのは境界層以下に限られている状態。はい、じゃあ、続きまして、ありがとうございました。山内さん、お願いします。最初も言いましたけども、今の発表も多分つながる発表はいっぱいあると思いますので、結びつけたら楽しいと思う発表ですね。ぜひ考えておいていただければと思います。じゃあ山内さん、お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。長崎大学から来ました。山内明と申します。本研究は、今回このようなタイトルで発表させていただくんですけれども、最近始めた研究なのでまだ初期解析の段階なんですけれども、紹介させていただきたいと思います。早速本研究の目的といたしましては、今まで黒潮などの暖流上の影響というものは、先ほど増永さんがおっしゃったように下層場の習得であったり強い上昇流を発生させる、でその結果として降水量の変化などが言われてきているんですけども、実際に雲自体にどのような変化を与えているのか、または雲内部でどのような変化が起こっているのかっていうのはまだ調べられていない状態にあります。なので私の目的といたしましては、この雲の中でどのような、雲自体にどのような変化を及ぼしたり、雲の中でどのような変化を及ぼしているかっていうのを解析していきました。で、使用データといたしましては、KU クラウドマスクの C4 レーダーオアライダーと、あとは雲物理量といたしまして、カリプソの岡本プロダクトを使用しています。